こんにちは、藤本千佳です。今日は2021年の保育士試験の実技でピアノを選択する皆さんに向けたミニレッスンをお届けします。今回取り上げるのはアヒルの行列。テンポが良くて素敵な曲ですよね。課題曲として考えている方はぜひ参考にしてみてください。緊張すると顔の筋肉がこわばってしまいます。なので演奏前に頬をマッサージしたり顔のストレッチをしておくようにしましょう。ひよこのイラスト見えますか？ぜひ大きな口で口角を上げて笑顔で楽しく歌うことを心がけましょう。スキップのような躍動感があるリズムの曲ですね。このようなリズム感のある課題曲は毎年出ています。演奏するときはのべーっとしたりリズムが崩れないように注意しましょう。すぐにピアノに向かって始めるのではなく、例えば机や膝の上でリズム打ちをしてから始めてみるとうまくリズムに乗れますよ。タンタタンタタンタタン。練習は1小節ずつや2拍ずつなど小さく区切りながら進めるのがコツです。弾きやすいように楽譜には指番号を書いているのでぜひ参考にしてみてくださいね。楽譜の構造をよく見てください。同じ繰り返しが続くことに気づくかと思います。最初の違和音がずれないように一緒のタイミングで弾きましょう。まずいい例からいきますね。ずれちゃうとこうなる。きちんと2音が鳴っているか確認してみてください。他に悪い例として片方が鳴ってない時もあります。仕上げとしてこの動画の最初にお見せしたフル演奏を見本にして合わせながら最後までたまらず弾いてみましょう。ゆったりとしたテンポから練習したい方は動画の設定で再生速度を 0.75 倍に落として試してみてくださいね。お持ちだと思いますが、こちらの楽譜をもとにオリジナルの楽譜を作成いたしました。こちらは保育イズさんのサイトで紹介しています。詳しくは下記詳細欄をご覧ください。いかがでしたか？アヒルの行列はスキップのリズムが特徴の曲です。リズム感に気をつけながら取り組んでみてくださいね。レッスンで使った楽譜は保育イズの無料会員登録をするとダウンロードができます。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。この機会にチャンネル登録お願いします。それでは皆さん頑張ってくださいね。また次回お会いしましょう。